川さん、はい、ここはどこ？ここは永井町の石垣ってとこに来ました。うん、はい、面白いもんがあるじゃん。場所は知らなかったのに面白いものがあるなって思って。十二支のさ、十二支、はい、ねえ、牛、虎、ね、はい、あるじゃない、はい、あのないのがさ、はい、あるじゃない、ねえ、牛、虎に入ってない動物、うん、はい、うわ、いるんだよ。なんなんでしょう、この海岸に動物がいる。いるんだよ。わあ。はいはいはい。十二支にいない動物さ。はい。猫。あれは猫。薩摩富士の勇士に猫？猫。左陣。あ、今日はちょっと。かぶってるね。かぶって。おとなしめなんだ。猫かぶってる。うん。ほら。はいはいはい。キリン。首が。めっちゃ。獅子。あ。16。ライオンですね。そう、ライオンに見えるでしょ。開門に、たてがみなびけ、ライオンは。山影を隠す香箱座りかな。師匠、行きましょうか。あ、師匠、顔が。けども、たどりかぬ花が行け村の方。あった、やっとありました。あった、やっとこんなところに、ほら、雪丸、雪丸入道、はいはい、雪丸入道って書いてある。すみませんよ、市長、雪丸水道記念碑、墓ではないですね。あ、これか。雪丸部落に水道が担当された、その記念碑ですね。拝んでいこうか。カラス考え中。では大体大歓迎です。副業が大好きですからね。暑い。師匠もう風呂に入りそうですよ。暑い。間違いなく真田雪村の墓であるとこのように思いましたところ、ここまでなぜか妖精が現れて我々を案内してくれました。山の妖精くんです。そしてその親御さんは真田雪村の、ちょっと変な格好はしないでください、真田雪村の子孫第14世でしたっけ。はい、現在では雪丸という名字で、隠れ里でイチゴを作っているそうです。どうぞお一言ご案内お願いします。よろしくお願いします。雪丸、はい、ありがとうございました。あ、お墓だったね。はい、ツッコミ待ちでした、ごめんなさい。雪村が雪丸となる
夏の陣。携帯も真田の術で霧隠れ。いい景色っていうものはね、はい、やっぱり足でね、うん、高いとこ登って、はい、うん、高いとこちょっと届く高いとこだねおい。ちょっといいんですか。あ、ちょっと、よかった、触れた。しかしどうだよ。はい、このカーブ。うねですね。お茶王国、はい、ねえ、お茶王国 A だよ。いやいや、しかし今日は登ったり降りたり大変よ。大変な旅ですね。失われた携帯よ。はあ、僕のフォン。フォン。さっきの山にリンゴの木が。お、見てごらん。これはちょっと水墨画で描きたいね。水墨画で、はい。このガーメナ、眺めか。いいね。あ、ほらあれ。最高ですね。あっちは何ですか。池田湖。池田湖。とんがってるのほらあれ。石。あ、石。何だけだっけ。だけ。だけ。ほら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 こっち。買い物だけ。買い物だけ。おお。そしてこれほらウィーン。なんだっけこれ。東中海。白じゃねえ。わあ、いやだ。これ100から1本引いたら白でしょ。はい。99で。おお。でここは99歳、99段目。よいしょ。いやもうちょっとだ。はい。見覚えた。いやー、白獣過ぎたあたりからね、はい、もう白獣。またやっぱりチャージが出せます。チャージ着きたー。着きましたー。あーあー、もう山頂ですよ。山頂読んだ。読んでない。おー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 おおおおおうわ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 山に海、湾のパノラマ、大野岳。やっぱ来てよかったね。ごっそいと茶の花集めた大野岳。ワンダフルサイト。ハウ。あ、レモンの夏さ。すげえな。すごいっす。いやー、桜吹雪だよ、そらさん。いやー、すごい風車ですよ。え？何？風車がね、大きいのは。風車すごいね。こんな近くで風車が見れるなんて言ってね。ほら、ウグイスも鳴いて。いやー、すごい風車だ。桜やっぱりすごいねこれ。いやいや、誘われてきたな。やっぱこの風車の風が。何？風車がですね、この風車の風で、ね、風で、ほらほらほら、花びらがね、これ散るんだよこれ。風車がすごいっすわこれ。風車、ウグイスがすごいね。いや、風車でしょ、桜でしょ。桜、うぐいすでしょ。風車だよ。いや、桜でしょ。どっちなんだ。やっぱりね、春は桜。これ春爛漫って感じだ、これ。気持ちいいな。これ、うぐいす、うぐいす。あお。でかいうぐいすだよ、これ。ほほー、けけょ。いや、しかし、おい、すごい。あんた、ここに、あ、いた、あ、でも、なかなか飛びっぷりよかったね。はい。いや、すごい風車だね。いや、これは桜。これ桜か。あっちが風車。あれは桜。あれは風車だね。はい。
これカメラマンも大変でしょうね。ここから眺めいいよ、ほら。あ、本当だ、風車の眺めが。さあ、しかし見事です。どこ、ここ、ここはですね、風車だね。まあ、ここは風と緑の街、桜ロード。桜ロード。いや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 、あら、いいな、旗の里。はい、緑館って読むんですね。そうだね。はい、さっきの風車って書いてないよ。風車は書いてないですけど、ほら、手もみ体験って旗こってきたよ。凝ってるでしょ。うん、凝ってんだよ。ああ、手もみしてもらいましょうよ。えて手もみ、肩もみ。こんにちは。これお茶っぱですか。お茶っぱですか、これ。おへえ、新茶ですか。新茶ですか。市場です。今朝積んできました。今朝積んだ。はい、今朝積んで。今朝積まれた。朝何時か、9時過ぎから蒸し、夜明けで蒸して、はい、今ここまで来たんですけど、高校生がそこを書いてますからね。その情熱で藤雪書いて。あんまり力は入れないですね。いや、もう力は入れていいんですよ。入れていいんですか。本当に力をもうかっきりかけたのって。で、こうやって。若き茶葉、もまれもまれて立つまろみ。二千氏が緑豊かな技を継ぎ。一杯分だけ入れますね。それで繰り返して一分か。いただきます。まろやかよ。